皆さん、こんにちは。歌舞伎役者で人間国宝の尾上菊五郎さん。2018年に尾上菊五郎さんの長男で同じく歌舞伎役者の尾上菊之助さんにある噂が立ちました。尾上菊之助さんといえば音羽屋の長男、姉は女優の寺島しのぶさん、奥様も梨園の出の人です。そんな尾上菊之助さんに離婚の噂が流れたことがあります。そして尾上菊五郎さんのお孫さんである寺島和文さんには兄弟がいて、実は3人のお子さんがいるというのです。今回は尾上菊五郎さんの家族や関係性などについて調べてみました。まずは今回話題に上がっている尾上菊之助さんのプロフィールを見ていきましょう。5代目尾上菊之助さんは本名を寺島和康といい、1977年8月1日生まれ、東京都の出身です。屋号は父尾上菊五郎さんと同じ音羽屋です。父は人間国宝7代目尾上菊五郎さん、母は女優の藤澄子さんです。姉は女優の寺島しのぶさんです。お母さんにそっくりで麗しい顔立ちをしています。この顔立ちを生かし、歌舞伎ではお山と二枚目を演じられる役者です。2013年に歌舞伎役者で人間国宝の中村吉右衛門さんの四女である陽子さんと結婚しました。そんな奥様と離婚の噂があるというのです。どこからそのような噂になったのか分かりませんが、陽子さんへの嫁いびりがひどいとか、そんな事実はないようです。おそらく姑の藤澄子さんと義士の寺島しのぶさんの存在がそんな風に思わせているのかもしれません。歌舞伎役者の奥さんは実はすごく忙しいので、歌舞伎界のことについては姑さんに教わるものが多いそうです。でも陽子さんは中村吉右衛門さんの娘ですし、実のお母さんからある程度教えられていそうです。3人目のお子さんも生まれていますし、夫婦仲は良さそうです。先ほども触れましたが、3人のお子さんがいる尾上菊之助さん、2013年11月28日に生まれた長男の和文さん、2015年7月に生まれた長女の智代さん、2017年9月に生まれた次女の新田さん、とてもにぎやかな家庭になっています。結婚披露宴の時には長男の和文さんは生まれていました。最近の歌舞伎役者のお子様方はみんな青山学院に幼稚園から通っています。和文さんも青山学院の幼稚園だと言われています。寺島家は尾上菊之助さんも青山学院の出身でしたし、寺島しのぶさんも青山学院の出身です。よっぽどのことがない限り、大学までエスカレーター式で行くのではないかなと思われます。家系図を見ると尾上菊五郎さんのお父さん、つまり尾上菊之助さんのおじいさんが養子なので、血縁はここからしかつながっていません。寺島和文さんは今のところ将来尾上菊五郎を襲名することは既定路線になりつつありますが、当代の尾上菊五郎さんは実力のある人が尾上菊五郎を継いでいけばいいと発言しており、寺島しのぶさんの息子さんである尾上眞秀さんも名乗りを上げそうな雰囲気があります。今回調べてみたところ、嫁いびりや離婚の噂が出ているようですが、そのような事実はないようです。さて、遡ること2016年のことでした。尾上菊五郎さんが4月5日東京都内で東京歌舞伎座団菊祭5月大歌舞伎の取材を行った際に、尾上菊五郎さん自身が患い休養した胃潰瘍について語りました。この胃潰瘍という病気はどんな症状なのか調べてみました。胃潰瘍とは消化性潰瘍と言われ、強力な消化液である胃液と胃の壁を守る粘液のバランスが崩れることで胃の粘膜を破壊してしまうことにより起こる病気です。胃に食べ物が入ると胃酸が出て食べ物を溶かすことにより体内で吸収しています。通常食べ物が入るとその食べ物の量に合わせて胃酸が出ます。胃の壁を守る粘液も胃酸が胃の壁を壊さない程度に出ることにより適切に消化することができ、胃の壁も守られています。しかし実はこの胃酸と胃を守る粘液はストレスの影響を非常に受けやすいため、バランスが乱れやすいのです。バランスが崩れた状態を胃潰瘍と言います。症状としては次のようなものがあります。みぞおちの部分に痛みを感じる、空腹時に胃が痛くなる、逆に食後は楽になる、食べたものが潰瘍に刺激を与えるものの場合
食後に痛む。酸っぱい水のようなものが胃から逆流して上がってくる。ゲップをする頻度が高くなる。吐き気や嘔吐。胸焼けや背中に違和感を感じるようになる。便に血便が混じる。などの症状が出ます。胃潰瘍の原因は大きく2つあると言われています。過労やストレスとピロリ菌です。過労やストレスはご存知でしょう。一方、ピロリ菌とは5万8000年前、人類の起源と同じくアフリカから広まったとされている菌です。日本では6000万人がピロリ菌に感染していると言われています。ピロリ菌ですが、胃の中にいます。胃を守る粘液層がピロリ菌の住家になります。ピロリ菌は細胞に対する毒素を出すだけでなく、ウレアーゼという酵素を持っていて、その酵素が尿素を分解してアンモニアを作ります。そのアンモニアが直接胃壁を痛める原因ともなります。バリウム検査や内視鏡検査で潰瘍が見つかったら、がん細胞がないか直接組織を取って調べます。がん細胞がなければ、ほとんどは胃酸を抑える薬と食事療法を含む生活指導で治療します。最近は出血を起こしている場合にも効力を発揮する強力な薬がありますので、かつてのように入院や手術の必要な患者さんは減ってきています。しかし、胃に穴が開いてしまった場合は、手術が必要になります。ピロリ菌が原因の場合は、ピロリ菌を除染するという方法があります。健康保険で認められている除菌法は、殺菌作用のある抗生剤を2種類と胃酸を抑えるプロトンポンプ阻害剤の3錠を1週間服用します。除菌療法後1ヶ月以上経過してから、除菌判定試験を行います。除菌不成功の場合は、再除菌を実施します。同取材会では、病気のことについて語り、本題である同公演への思いや当時結婚した片岡愛之助さんと藤原紀香さんについて語る場面がありました。芸能界、歌舞伎界は当時、片岡愛之助さんと藤原紀香さんの結婚に沸いていました。尾上菊五郎さんは、明るいニュースを大歓迎ですと喜び、この後、二人が挨拶に来るんです。こんぴらに、いけいけと言ってやろうかなと思っている。と我がことのように喜びを表していました。藤原紀香さんが梨園の妻としてデビューするのは当初香川琴平町でのこんぴら歌舞伎大芝居初日と思われていました。しかし中村鴈治郎襲名披露興行中であることから周囲から中村鴈治郎さんに配慮して初日は遠慮した方がいいという意見も出たといいます。尾上菊五郎さんはみんなそれぞれ考え方が違いますからねといろいろな立場を思い合っていました。團菊祭は明治時代に活躍した9代目市川團十郎さんと5代目尾上菊五郎さんさんの功績を称える興行となっています。夜の部清井寺塩戸和の花籠では尾上菊之助さんの長男で孫の寺島和文くんが初お目見えします。和文さんの母方の祖父中村吉右衛門さんも舞台に立つという豪華共演となります。和文さんは踊りの稽古にも行き始めたそうで、尾上菊五郎さんは、だいぶ声が出るようになってきました、と孫の成長を語っていました。昼の部は、菅原伝授手習鏡寺子や、いざよい精神、三文五三の霧など、夜は清井寺塩戸和の花籠のほか、三人吉里萌の白波、時拝巻京の旗揚げなどが演じられました。何度か中断を挟んで、2016年で80年目を迎えた團菊祭。尾上菊五郎さんはこれからも続けていきたいと意欲を見せていました。さて尾上菊五郎さんの長男尾上菊之助さんと中村吉右衛門さんの四女陽子さんが結婚したことで新たな結びつきができました。尾上家と中村家が親戚関係になったのです。音羽屋の屋号を持つ尾上家は歌舞伎界の名門中の名門です。とりわけ尾上菊五郎は市川團十郎と並ぶ大名跡です。いずれ尾上菊之助さんは父の後を継ぎ尾上菊五郎を襲名することになるでしょう。当の尾上菊之助さんといえば江角真紀子さんや千葉なクララさんなどの女性タレントとの華麗な恋愛遍歴の持ち主でも知られています。お付き合いした女性は雰囲気が母の女優藤澄子さんに似ている方がほとんどだと言われているのはここだけの話です。結婚した陽子さんは銀座和光で働いていた OL でした。
次世代の歌舞伎界を担うプリンスとしての自覚が生まれ、結婚相手に梨園の出身者を選んだのでしょうと演劇担当の記者は述べています。陽子さんも色白で可愛らしいタイプの尾上菊之助さんの好みだとされています。近年まれに見る歌舞伎役者と女性芸能人との結婚が多かったので、久しぶりにザ・梨園なカップルの誕生でしたと、ここまではおめでたいお話でしたが、尾上家にはどうしても避けては通れない秘伝話があります。尾上家の長女で女優の寺島しのぶさんと松本幸四郎さんの長男市川染五郎さんとの破局のことです。寺島しのぶさんと市川染五郎さんの2人は長年交際していました。市川染五郎さんが1997年に隠し子が発覚してしまい危機を迎えるも、それを乗り越えた2人は結婚間近と誰しもが思っていました。しかし市川染五郎さんが結婚相手に選んだのは同級生の資産家令嬢でした。市川染五郎さんと結ばれると信じていた寺島しのぶさんはショックのあまり自殺も考えたといいます。当時菊五郎は娘がもてあそばれたと激怒し、松本家の高麗屋とは交流を断絶、幸四郎とは口も聞かなかったとされています。尾上菊五郎さんは徹底的に松本家を嫌ってしまった。この事態、娘を傷つけメンツを潰されたのも同然です。憔悴していた寺島しのぶさんですが、2003年に公開された映画赤目四十八滝心中未遂バイブレータでの大胆な演技で人気実力派女優の仲間入りを果たしました。しかし両家の溝は埋まらないまま、なるべく菊五郎と幸四郎が同じ舞台に立たないようにキャスティングには神経を使ったとしています。それから時が経て、中村吉右衛門さんの娘と尾上菊五郎さんの息子が結婚しました。実は吉右衛門自身が兄の幸四郎とは仲が良くありませんでした。中村吉右衛門は幼い頃先代の祖父のもとに養子に出され、兄に対しある種の屈折した感情を持っているとされています。中村吉右衛門さんが人間国宝に認定された時、松本白鸚さんと松本幸四郎さんの妹の女優松たか子さんは祝福しなかったと言われています。逆に当時の市川染五郎さんが奈落から転落し大怪我をした時も叔父である吉右衛門さんは見舞いにすら来なかったと言います。尾上家との縁談が進んでいたことも少なからず関係していたのかもしれませんが、こちらの溝も随分根深そうです。いかがだったでしょうか。今回は尾上菊五郎さんの家族や関係性などについて調べてみました。中村吉右衛門さんは伝統ある古典を継承するという保守派、松本幸四郎さんは TV ドラマやミュージカルにも出演するという芸の上でもお互いを認め合わない不仲ぶりが露呈されています。そんな中で音羽屋と播磨屋がタッグを組み、今後歌舞伎界での高麗屋の孤立が深まるのではないかと懸念されていました。高麗屋はピンチを迎えてしまうのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。